はい、マスダです。カメラでフィルムデジタルズの29回目になります。今回もですね、前回に引き続いて退色補正その3です。と、本題に入る前にですね、このシリーズの18回目、ちょうど1年ぐらい前になるんですが、ビネガーシンドローム対策として、このフィルム劣化対策剤というのを使い始めたことに触れました。 その後ですね、1年以上経ったので、どうなったか、それを伝えておきたいと思います。袋にですね、使い始めの日付が書いておいてます。2021年の11月15日ですね。まあ、こういうのは捨てないで、メモ代わりに入れておくと一緒に。 入れておくといいと思います取説などもね書いてあるのでまあ、改めて見ることもあるんでしょうからねで気になっていた匂いその酢酸臭ですねそれはどうなったかというと匂い自体は確かに減ったような感じがしますまケースを開けて必要な電話を取り出して閉めた後時間を置いて部屋に戻ってきた時なんかですね ま、残り具合がまだツンと感じたぐらいになったんですが、今はそれがなくなってますね。鼻を近づければ、まあ、ネガに鼻を近づければ匂いは感じるんですけどね。まあ、ちょっと具体的には示せないんですが、まあ、匂いの感覚では確かに減ってるようです。まあ、これで劣化を抑えきったり、まあ、そして当然、ま、戻すことはできないわけですが、まあ、デジタイズするための猶予期間を伸ばすことに関しては、まあ、有効なのかなという感じです。 このフィルムレカ対策剤、この有効期間は2年ぐらい大丈夫と書いてあるので、まあ、これはこのまま続けてみようと思います。まあ、多分その間にこれを入れているケースのデジタイズは終わるとは思うんですけどね。また1年後ぐらいに報告します。はい。ということで、本題に入ります。今回のネガはですね、これです。じゃん。また鉄道写真が続くんですが、今回のは鶴見線。 ちょっとローカルなんですが、鶴見線の大川支線の雲波12という一両編成の電車です。この電車はですね、1996年まで走ってたんですよね。ただこれを撮影したのは1980年の8月。まあ現像もまあその直後なので、まあそれよりもさらに16年も前になります。まあネガとしては約42年もののネガとなります。 フィルムは前と同じく、富ジカラーの F2、そしてカメラはミノルタハイマチック C です。まあ、退職は前回と、まあ、同程度か、ちょっと少ないぐらいかなと思います。<ー>えということで、まずネガの状態から見てみます。デジタイズはいつもの D810、そしてマイクロの 60mmF2.8 で、同じ値で撮影したものをシルキーピックス10で展開してあります。 え今回もいきなり調整モード始めからネガの状態でご覧いただいてます。えまずはネガから反転ツールで反転します。いはいはい反転しました。いつものようにえまず緑色っぽい感じで反転されます。この状態でもなんとなく空のグラデーション路面のグラデーションで退色しているのがわかりますね。 次にこれもいつものようにホワイトバランスのグレーバランスを取りますプラットフォームのコンクリートの路面で取ってみますはいだいぶ補正されましたそして周囲をトリミングしますそして自動レベル補正を一応かけてみますはい前回と同じようにちょっとハイライト側がカットされすぎかなって感じですね 自動補正は使わないで進めてみましょうか。悩ましいところですが、ちょっと戻します。R G B のトーンカーブを下げて明るさのみ調整しておきます。はい、こんな感じですかね。まだ青みは残るんですが、そのあたりの調整はフォトショップでやるとして、流状だけ消しておきますかね。 画面を拡大して、はい、えー、ノイズリダクションの偽色抑制、えー、そしてノイズ除去を MAX に設定します。はい、えー、こんな感じですかね、えー。まだまだ未完成な印象は残ったままですが、えー、この状態で、えー、TIFF の16ビットに書き出して、Photoshop に送ります。<ー>はい、えー、Photoshop CC の2023で開きました。 まずトーンカーブを使って色調整とレベル補正を煮詰めていきます。まあ、といっても対色があるので基準となるエリアを中央部あたりと決めて大雑把なところまで進めてみます。RGB 各々ののチャンネルを確認して空いている部分を詰めます。まずレッド。ハイライト側が空いているので詰めてみます。次にグリーン。 これもハイライト側ですね。これを詰めます。次にブルー。これはシャドウ側ですね。これが空いているので、これを詰めます。そして、色調整とコントラスト調整です。まず感じるのは緑色っぽいので、グリーンを調整します。はい、こんな感じですかね。 まだちょっと複雑な色かぶりを感じるんですが、対色のグラデーションもあって判断しきれないので先送りにします。あとは RGB のトーンカーブで S 字カーブを当ててコントラスト調整です。はい、こんな感じです。まあ、中心部で決めると言っても、中心部は中心部で黄色かぶりしているので、判断しきれない面もあるので、ちょっと途中でやめておきました。 ではここから退色に対する補正に入ってみようと思います。退色に対する推測などは、前回のカメラでフィルムデジタイズの28回目をご覧ください。中央部の大変、そして周辺部の青辺ですね。これについて説明してます。で今回も青チャンネルを補完する形で補正していってみようと思います。この手順の詳細についても前回を参照してください。まあ、長くなってしまうので、今回は えー、細かい説明はせず直接作業に移りますまずチャンネルを観察しますチャンネルはレイヤーの次にあるタブここを見ます RGB 画像なのでチャンネルでは RGB それぞれの明るさデータに分かれて各々はモノクロの画像として表示されます個別に見ていきますまずレッド これを見る限り大きな村っていうのは感じないですね若干周辺部が明るいようにも見えます次にグリーンこちらも村感はないですね会長情報は十分な印象ですでは次ブルーやはりこのチャンネルですね周辺部は明るくそして中心部が暗くなってしまってます こんな感じでグリーンチャンネルと交互に表示すると、そのムラ具合がよく認識できるかと思います。このブルーチャンネルの情報を整える必要があるのがわかりますね。Photoshop では個々のチャンネルに直接複雑な操作はしづらいので、ここではもう一つ画像を作って、そこでブルーチャンネルの保管した画像を作り上げていきます。チャンネルの中にさらにレイヤーを作っての調整なんかはできないので、まあ、表で作っていくっていう感じです。 まずメイン画像でブルーチャンネルを選んで全体画像としてコピーしますそして新規画像を作りますコピーした時点でその画像の大きさが新規画像に反映されるのでグレースケールの16ビットになっていることだけを確認して OK を押しますこれを調整画像としますそこでできた調整画像にペーストしますするとブルーチャンネルのグレースケールが貼り付けられました もう一度メイン画像に戻ってグリーンチャンネルをコピーして調整画像に戻ってペーストしますこれで調整画像のレイヤーは上からグリーンブルーそして白背景と重ねられたことになります次に上の2枚をブレンドするんですが前回と同じく重ね合わせのモードを比較編んでやってみます今はブルーが普通の上に乗っている状態ですが重ね合わせを背景の案に変えてみます これだけだと分かりづらいかもしれないので、オン・オフを繰り返してみます。ご覧のように周辺部が明るかった部分が保管されているのがわかるかと思います。車体などはあまり変わってないのが分かりますね。こんな感じで階長があるところはオリジナルに近い感じを保っています。そしてこの状態を統合してしまいます。そして全体を選んでコピー。 メイン画像に戻って、ブルーチャンネルを選んで、そこにコピペするとこうなります。はい。このままじゃわからないので、一番上の RGB をオンにして、全体のカラー画像を見てみます。どうでしょうか。ヒストリーを使って、ペーストの前後の変化をご覧いただくとこんな感じです。上下の青みが取れたのがわかりますね。 あとは中心部と周辺部のバランスを整えば、まあ、なんとかなりそうな雰囲気まで進みました残りは調整レイヤーで作業していきますがこの先は試行錯誤や微調整など説明しきれないような、まあ、行ったり来たりというのが当然ありますその中で大まかな調整が調整レイヤーに残っているのでこれを使って説明していくことにします 4つのステップで大まかな完成まで持っていきました。それを説明していきます。まず、中心部の黄色かぶりですね。これが非常に気になるので、これを補正しました。その結果がこれです。はい。黄色かぶり、まあ、完全ではないですが、結構これですっきりしたのがわかります。調整はトーンカーブを使ったんですが、ここではレベル補正として使ったという感じです。 ブルーチャンネルのハイライトポイントを大きく山に食い込むように補正しましたこの補正だとある意味ハイライトの階調を捨てちゃってることになるわけなんですがグリーンチャンネルを保管に使ったゆえかどうかちょっとわからないんですがこうすることで、まあ、嫌味な黄色かぶりの除去とハイライトの際につながりました、まあ、結果オーライという感じですそしてマスクですね このトーンカーブ調整は下のエッジの部分そして右の線路の部分はこんな感じでマスクしましたちなみにマスクを説明すると白い部分が調整がかかる有効な部分黒い部分が調整がかからないマスクされた範囲です一方上の空の部分ですねここは悪い感じではなかったのでマスクをかけずそのまま生かしてます ただ両サイドは色味が変わってしまっているのでこの後の調整レイヤーで処理しますどうしても退色のエリアはムラがあるのでペンタブレットなどを使って細かく調整した方が良さそうですねその他にもまだ黄色というか、まあ、緑というかちょっとかぶったように感じる部分は残りますが後ほど作業します 次に空の両サイドの部分ですね。ここだけ色味が変わってしまっているので、これを整えます。その結果がこれです。はい。同じくトーンカーブの調整レイヤーでグリーンのチャンネルでマゼンタミを消しました。さらに少し明るくなっていたので、RGB のトーンカーブで少し濃度を上げてます。そしてマスクの方はこんな感じです。 本当に両サイドの上の部分のみ有効って感じですねマスク調整は大きめなブラシで最初はざっくり仕上げで必要に応じて微調整という感じで進めますあとまだ微妙に黄色みを感じられるエリアがあってそれを補正しましたその結果がこれですはい電車の上の辺りの空左の壁辺りの黄色み そののたりを中心にまたトーーンカーブの調整レイヤーで補正してます。補正はブルーチャンネルを少し多めに上げてさらにちょい緑みも感じたのでグリーンチャンネルも少しだけ下げて処理しましたそしてマスクの方はこんな感じですちょっと複雑になっちゃってますがまあこれはしょうがないかなという感じです あとは車体の色ですね。どうしても黄色みを抜く補正が強いので、ブドウ色の車体がどうしても青みが入ってしまうのが気になるので、これはまあピンポイント的に補正を加えました。その結果がこれです。はい。同じくトーンカーブの調整レイヤーで補正しています。補正はブルーチャンネルのトーンカーブをちょい下げました。これで車体の色が青みが引いてコクが出ましたね。 まあ細かく見ればえさらにムラを感じるところもありますが、えー、こんな感じで大まかな完成としますまだいろいろ微調整はできますけどね、まあ、あとはちまちまと、えー、細かな調整をすればいいかなと思いますで最初の状態からの変化を見ていくとこんな感じになりますやっぱりムラがあるので手作業が多くなりますねまあこの辺りはしょうがないかなというところだと思います 次回も絵柄を描いつつ続けてみようと思います。はい。というわけで今回はこれにて終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みとなりますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。